皆さんこんにちは、ザッピーです。今回はですね、ビートルズが1963年から64年くらいにですね、アメリカでですねどのように見られていたかというのをちょっとまとめてみたいと思ったんですね。最近ですねエド・サリバン賞のちょっとトピックを何件かやったんですけれども、エド・サリバン賞でビートルズは巨大化したというのはもう当たり前にみんな我々知ってるわけですね。ではですね、エド・サリバン賞がまだ行われていない時ですね、つまりこれからビートルズがアメリカにやってくるという時ですね、アメリカではどのようにビートルズが捉えられていたんだろうかということを、ニュースを通してですね垣間見てみたいと思ったんですね。まだまだアメリカではビートルズっていうのはどんなグループかっていうのは若者たちは知らないんですね。もう若者たちどころか誰も知らないですよね。そこで、いわゆるちょっと頭の固い新聞記者がですねイギリスから取材をしてですね、アメリカのニュースとしてアメリカ人にニュースを提供するわけですよね。なので、今振り返るとですね、とてもとても滑稽なんですけれども、逆にビートルズがどのように保守的な、世代の中を頑張って、成長していって、それで世界的なグループになっていったかというのが、ちょっと垣間見れて面白いかなと思ったんですね。こちらをご覧ください。はい。はい。こちらはですね、アメリカのですね、新聞社が何社もあるんですけれども、何社かあるんですけれども、それぞれの、マサチューセッツ州、カリフォルニア州などでですねこうやって報道してるんですね。で、同じ記事を報道してます。配信元がきっと同じだったんでしょう。で、これからビートルズがアメリカにやってくるというのが分かってるわけですね。で、その話題というのは例のロイヤルバラエティショーというのはビートルズが出演してすごいイギリスで大変なことになってるというのも分かっているという段階で、1964年にはですねアメリカに来るっていうことになったわけですので、事前にキャッチした新聞社がイギリスの情報をアメリカに配信しているということです。で、こちらにあります通り、気をつけろビートルズがアメリカにやってくるということでタイトルになっているわけですね。非常に面白いところですね。じゃあどのような記事になっていたかということでちょっと覗いてみたいと思います。記事はですね、63年末から64年の頭くらいに出てますね。つまり、エド・サリバン賞は1964年の2月ですので、その前の記事ということですね。ロイヤルファミリーがついにビートルマニアになった。ビートルズと呼ばれるモップ頭のポップシンガーたちのファンがビートルマニアと呼ばれている。そのヘアスタイルとタイトなファッションはティーンエイジャーにコピーされていて、まさにヒステリア状態になっていると。基本的なことを書いてますよね。まだまだこれからビートルズっていうのは知られていくという段階ですからね。最近マンチェスターでビートルズがコンサートを行った時には女子学生たち5000人が泣き叫んでチケットを求め、そのうちたくさんのファンが騒動の中で気絶していた。今読んでも僕たちも驚きますよね。こういう状態だったわけですね。本当にそうだったんですよ。最後は警察が出動して騒ぎを収めた。多くの女子学生は歩道上で徹夜してチケットの列に並んでいた。我が子を見失った親たちは狂ったように群衆の中で探し回った。こんなシーンはどこであろうとビートルズが行くところで見ることができた。今思い出してもすごいですよね、こんなのね。本当にこういう毎日、驚くような熱狂的な騒ぎがね、至るところであったわけですね。各メンバーそれぞれにファンがついている。ものすごい現象が若者の間に見て取れるが、大人たちにはまだ免疫ができていないようだ。極めて当たり前のことですね。最近ビートルズにはきつい試練もあった。ロイヤルバラエティショーに出演したからだ。なるほど。チケットを取るのは困難を極めたのは当然だった。ジョン・レノンは安い席にいる人は拍手を、手拍子を、それ以外の人は宝石を鳴らしてくださいと言って緊張をほぐした。なるほどな、有名なとこですよね。ジョン・レノンはこれ後で語ってますけれども、何か反抗的なこと言ってやろうと思ってたそうですね。
やっぱり自分たちはこんなところでコンサートをやるべき人間じゃないと思ってたみたいで、何かしら言ってやろうということですね。かなり緊張もしてたとは言ってますね、全員ね。ちょっと異常な雰囲気なんで。まあ、ただその後ですね、成功して何度もビートルズは誘われたそうですね。まあ、今年も出てくれということで。でもジョン・レノンが言うには全部断ったということだったようですね。なるほど。はい。ビートルズは She Loves Me と歌ってリズムを取った。これ本当に She Loves Me というふうな記事になってるんですよね。She Loves You のところは She Loves Me。まあまだこんな時代だったんだ、だったわけですね。驚きですけどね。ビートルズは警察にも頭痛の種だった。最近では首相の乗る車がロンドン空港で25分間足止めにあった。スコットランドに向かうところをストックホルムから帰ってきたヒーローさんたちを出迎える1500人ものファンが埋め尽くしていたからだ。このスウェーデンのストックホルムから帰ってきてビートルズがその場で、エド・サリバンに会ってですね、偶然会ってエド・サリバンとそこでエド・サリバンショーに出演する契約を結んだというのが事実なんですよね。そういう流れの場所です、ここは。この時はね、そこで裏側では、まあイギリスの首相がですね、車の中で立ち往生していたという漫画チックな、場面でもあったわけですね。はい。ビートルズの成功はアメリカとドイツの影響のためだ。リバプールの霞んだ空気の中で得たものだ。彼らのビートはアメリカのチャックベリーから盗んだものだし、彼らは単にその歌をリバプール訛りで歌っただけのことだ。すごいですね。もう記事がすごい。ドイツの影響はタイトなレザー衣装とブーツからも明らかだ。まあこれ随分前のことも調査したんですね。まあこの時はね、ビートルズはもう本当に綺麗なスーツ姿だったわけですが、以前はね、あのレザージャケットだったのは、まあ知られたことですが、まあこの記者さんはちゃんと調べたんですね。こんなグループがハンブルグから戻ってくるわけだよとリバプールのボブ・ウーラーは語っている。ボブ・ウーラーっていうのはリバプールのキャバーンにいた DJ ですね。あのビートルズと本当に最初から付き合いがあった人ですね。その人に取材をしたんでしょうね。そこでみんな暴動のような中で演奏しているらしい。これは暴動のような中でハンブルグで演奏しているらしいということですね。ビートルズはイギリス独自のものだという人もいる。彼らは戦後の職業もなく教育も受けられない人々のために歌っているという。なんかすごいな、紹介の仕方が。つまり手をポケットに突っ込み、マージー側の風が骨まで染みるようなリバプール職業安定所の前で列をなしている職なしの若者のためのシンガーだということだという紹介のされ方をしてるわけですね。アメリカに対して驚きますけどね。でも当時としてはこういう認知しかビートルズにはなかったわけですね。で、まあ正直な話、この文章を読みますとね、ビートルズを小馬鹿にしてますよね。本当にこう蔑んだ言い方で紹介してる。まあ完全に失礼だと僕は思いますけどね。どんなタイプの、まあポップシンガーであろうと、こういうなんかね、あの盗んだとかね、あのこうすさんだ雰囲気であるとかね、そういう感じの、まあ表現の仕方というのは当時は許されてはいたんでしょうけれども、今見ればね、やっぱりこれはちょっと失礼だと思いますよね。まあその失礼を乗り越えて間違ってますよね。だって別に彼らはね、その職業のない人たちのために歌ってるわけでもなく、まあ職業安定所の前でね、あの並んでいる若者のために歌ってるわけではないわけですよね。まあですがアメリカとすれば、こういうイギリスのふざけた連中がこれからアメリカに来るということで、まあアメリカのね、若者たちも気をつけろよと。イギリスではみんなこうやって乱気騒ぎになってるけれども、アメリカではこんな風にね、なんないようにした方がいいよっていう意味で行動してるようにもなんとなく見えますね。まあでも痛快なことに、まあビートルズはですね、この報道のあと1ヶ月もすると、まあアメリカに乗り込んで、まあ実際にエド・サリバン賞の
中でですね、この報道なんかもう完全に蹴散らしてしまうわけですね。それで蹴散らした上に、もう二度とこういう報道というのはビートルズに対しては書かれなくなりますね。真実が暴露されて、ビートルズが偉大な才能を持ったミュージシャンであるということがアメリカの中でも知れ渡るわけですね。本当にこの辺の社会のね、認知というか、社会の保守的な社会の中で戦っていたビートルズがいかに自分たちで社会を変えていったと、そして切り開いていったかと、で自分たちの力でね、才能で乗り越えていったかというのがよくわかる一面じゃないかと思いますね。僕はこういうの見るたんび、ビートルズは本当すごいなと思います。今みたいにね、何やってもいいっていう時代じゃないんですよね。どんな人だろうと才能があればウェルカムされる時代じゃないんですよね。ビートルズがやったことは、才能があろうとなかろうと、最初は反逆時で、なんか変な奴らだという保守的な空気の中で戦うしかなかったんですね。だけどそれをやったんですよね。そういう素晴らしい面がやはりここでも見て取れると僕は思います。彼らのおかげで僕たちは自由を得たんだなって、やっぱり思いますね。はい、以上でした。失礼します。